サイエンスライター北丸祐一の地球放送。地球の歴史、その64。本日は土星の衛星、タイタンに存在する石油の海について語ります。まあ、タイタンの海を石油と表現するのはちょっと言い過ぎなんですけどね。地球のカスピ海に匹敵する液化天然ガスの大きな海があるんですね。燃料が惜しい人にとって、 タイタンはまさに楽園なんですね。さて、地球の燃料には限りがあります。石油は多分2100年ぐらいに尽きてしまう。石炭はもう少し持つけど、いずれなくなります。ウラン燃料は100年ぐらい。そして核融合はいつまで経っても実現しない。それなら宇宙に行って燃料を取ってくればいいのではこう考える人いますよね。 太陽系には9つの惑星があります。水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星。冥王星は最近便宜上の理由で惑星から発されたけど、こういう古典的な知識を知っておくことは大事ですね。古典を理解しないと今が理解できません。定義と便宜の話はともかくとして、 地球から離れた土星の衛星、タイタン。タイタンには石油のみがある。昔からそう言われていました。だったら地球からタイタンに行って燃料を持ち帰ればいいのではタイタンを大きな望遠鏡で覗いても模様が見えない、のっぺらぼうな天体です。表面が厚いた液に覆われていて、しかももやまでかかっているから、地表の様子がわからないんですね。 そして惑星のお供である衛星としては大きな天体でもありますね。タイタンの半径は 2575km、地球半径 6378km の4割に達します。地球の月も衛星としてはかなり大きいんですけど、タイタンは地球の月の1.5倍の大きさがあるんですね。惑星である水星とほぼ同じ大きさ、 むしろ少しだけ大きいんです。つまりタイタンは惑星より大きな月なんですね。タイタンという言葉は巨人という意味で使われますが、そのの通りタイタンは大きな月なんですね。一方でね、密度は小さいです。タイタンは半分が氷で半分が岩石。地球の月はほとんどが岩石で、水星は半分以上が鉄。大雑把に言うと、 星の重力は密度に比例するので、タイタンは大きさの割に重力が小さいんですね。タイタンの重力は地球の7分の1。自分とほぼ同じ大きさの水星の半分以下。月よりも重力が小さいんですね。体重 70kg の人がタイタンに行くと、体重が 10kg になります。さて、タイタンには茶色のもやがかかっているけど、これはメタンガスのせいなんですね。 メタン自身は無色透明だけど、紫外線の作用で茶色のモヤができるんです。それはこんな仕組みなんですね。タイタンの空気は大部分が窒素。ここは地球と同じですね。でもね、地球と違って酸素はなくて数、数パーセントのメタンが含まれています。メタンは炭素を中心に、4つの水素が四面体の形で並んだ化合物なんですけど、 太陽の死がせが当たると結合の一部がプチッと切れてしまうんですね。そしてこの時、切れてしまったメタン同士がくっつくとメタンよりも複雑な化合物、エタンになる。そして繋がる相手を失った水素は宇宙へ飛んでいくんですね。水素くんがいればまた元のメタンに戻れるんですけど水素くんが飛んでいなくなるから複雑な化合物が合成されるんですね。 こうしてできた化合物は茶色で、これがタイタンを覆うモヤの正体なんです。そしてタイタンではメタンの雨が降っているだろう。画面は左が地球で、右がタイタンです。まず左の地球から考えてみましょう。水は0度以上になると溶け始めて100度で沸騰する。では4度ではどうなるか 4度だと水は液体にも気体にもなれますね。水は蒸発して冷えて雨になって降り注ぐ。一方、タイタンの気温は地球よりはるかに低くてマイナス180度。これはメタンが凍結するマイナス184度よりも4度高く、メタンが沸騰するマイナス164度よりも低い。これは地球の水とよく似た状態ですね。 マイナス180度ならメタンは蒸発も凝結もするはずです。タイタンではメタンが凝結して雨になって濡れた地面からメタンが蒸発しているだろう。さらにメタンの雨が降るということは液体メタンが溜まった海があるはずだ。研究者たちは探査機がタイタンを訪れる前からこの死には 液体メタンの海があると考えていたんですね。1997年、土星とタイタン調査のために、かっしに探査機が打ち上げられました。その翌年の98年、ハープル宇宙望遠鏡を使って赤外線でタイタンを観測したら、赤道に暗い模様があったんですね。これがメタンの海に思えますよね。ところが2007年に探査機がたどり着いて観測を開始したら、 この暗い模様は砂丘であることが分かったんです。砂丘の高さは大きなもので100メートル以上、前後の幅が1キロメートル、そして横幅は数百キロにも及びます。こういう巨大な砂丘がタイタンの赤道には延々と連なっているんですね。そしてこの砂丘は砂ではなくて有機化合物の塵でできているらしいんです。 先ほど説明したメタンが分解結合して作られた複雑な化合物。そういう化合物が尻になって積もって巨大な砂球を作っているんですね。ですから砂というよりはもっと細かい粉のようなものらしいんですね。吸い込んだら体に悪そうなのもさることながら宇宙服や機械の隙間に入ったら不具合を起こしそうですね。しかもこの砂球、 おかしなことに、風向きとは逆の方向を向いているんです。粉みたいなもののはずなのに、一体なぜなのか。多分静電気で固まっているのではそういう解釈があるんですね。確かに炭化水素だから、この砂丘こそ石油のようなものですね。しかもマイナス180度で凍っているから、プラスチックのような感じでしょうか。それが帯電して固まって、何百何千キロと続いている。 タイタンの砂丘に近づいたらどうなるのかはよくわかりません。体に粉がまとわりついてくるのか、放電して雷が落ちるのか、あるいは何事もないのか。赤道に連なる暗い砂丘地帯には名前がついています。例えば以上に示したのはアストラン。アストランとはメキシコにあったアステカ帝国、その帝国の発祥地とされる場所ですね。 戦況という地名もありますね。これはね、日本語が由来です。星の反対側にはね、シャングリラという場所もあるんですね。ところで砂丘も良いけど、肝心なメタンの海は一体どこにあるんでしょうそれはね、北極にあるんですね。タイタンの北極にはいくつも湖があって、最大のものがクラーケンの海。クラーケンの海は差し渡し1 0 0 0トル近くある、 液体メタンの海なんです。天然ガスの主成分はメタンだから液化天然ガスの海だと言ってもいいでしょうね。予想より小さかったけど確かにタイタンでは液体メタンの川が流れて液体メタンの海に注いでいたんですね。気温はマイナス180度の世界。水はカチカチに凍りついて岩のように固まっています。だからタイタンでは 液体メタンの川沿いに氷の丸石や小石が散らばっているんですね。タイタンには土や泥もあるんですけど、これ正体がよくわからないんですね。氷の石が砕けて砂や泥になったのかもしれないし、砂丘のように炭化水素の塵りかもしれません。あるいは混ざっているのかも。そして液体メタンの海は危険な場所でもあるんですね。液体メタンの密度は水の半分以下しかないんです。 私たちの体はほとんど水なので液体を見た海では沈んでしまいますね。体の半分が空気だったとしても沈んでしまうから宇宙服を着ていても沈んでしまいますね。さらにタイタンの海では溶け込んだ窒素ガスが泡になって吹き出ることがあるらしいんですね。もしそうなったら浮力なんてないに等しくなってしまいますね。浮かぶことが容易ではないタイタンの海。 ここは極めて危険な場所なんですね。さて、こう見ると、宣伝されてきたタイタンの石油とやらは、地球の石油とは、むしろ逆のものであることがわかりますね。地球の石油は、複雑な化合物である生物の体が分解して、単純化してできたもの。これに対して、タイタンの石油は、単純な炭化水素であるメタンから始まって、それがだんだん複雑になったもの。 そもそもタイタンのメタンはね、太陽系の始まりからあったものをですね。太陽系の外側は太陽から遠くて寒いので、揮発しやすいメタンがたくさん残ったんです。タイタンの液化天然ガスの海は太陽系の始まりからがあったメタンなんですね。反対に地球のメタンはね、生物が作ったものなんです。太陽系の内側は太陽に近くて暑いから、揮発しやすいメタンはやがて消えてしまいました。 地球の石油とタイタンの石油は全く逆のものなんですね。それでもタイタンに石油があるのなら取りに行ったらどうか。タイタンの北極では太陽系創生以来保存されてきたメタンが海になっている。あるいは赤道に行くと創生以来45億年メタンから作られ続けた炭化水素の大砂丘が広がっている。たくさんの有機物の中には それこそ原油と同じものがあるかもしれません。液化天然ガスの海と凍った原油の砂漠が広がる世界。資源としては申し分ないけど、問題はものすごく遠いことをですね。土星とタイタンは地球の10倍も太陽から離れています。これは地球から土星へ行く一番適切な軌道を描いたもの。放慢軌道というもので、 土星までなら片道6年かかりますね。しかしこの軌道はね、今の人類では飛べないんですね。太陽系に存在するものはすべて太陽の重力の影響下にあります。太陽系のストンガイ肉とは太陽の引力に逆らって坂道を登るようなものなんですね。土星に行くとは坂の上の方へボールを転がすような難しい作業なんです。 太陽系という坂の上へ転がすボール。この場合はロケットをどこまで加速できるか。それが土星到達の鍵なんですね。毎秒 10km と少し出せば、ロケットは土星に到達できます。楽勝に思いますね。なぜって人類はすでに地球の脱出速度、毎秒 11km を超えてロケットを打ち上げていますからね。でも実際はね、そうはいかないんですね。ロケットはまず地球の重力が作る。 坂道を登る必要があるんです。地球の坂道を登るのはとても大変で、登り切った頃には、ロケット君はヘロヘロで、木星まで行くのが精一杯なんですね。じゃあ、ボイジャーとかカッシニとかは、どうやって土星まで行ったのか木星まで行って、木星君に放り上げてもらったんですね。木星には重力という手があるし、木星は動いています。 動く木星の重力に支えてもらって、木星の動きで加速しながら放り上げてもらう。水力が足りないから、木星君の力を借りて、人間は土星まで探査機を送り込んでいたんです。これを図星するには、まず地球から離れた場所、月や月の近くに基地を作って、燃料をある程度自給して、そこからロケットを飛ばすしかありません。イーロン・マスクさんとかは、火星に来たくてロケットをせっせと打ち上げているけど、 あれもこれと同じ理由ですね。他の惑星に行くには地球から離れた場所、地球の坂の上に基地を作る必要がある。そのためにはまずロケットを大量に打ち上げる技術が必要なんですね。タイタンでもどこでも宇宙にある資源を使いたいなら宇宙基地という大きな先行投資がまず必要なんです。そしてそこまでやってもね、宇宙資源はね、あまり有効活用できないんですね。 この宇宙船のイラスト、分かりやすいようにコクピットを大きく描いていますけど、実際にはね、運ばれる人や機械に対して、運ぶための燃料はその9倍ぐらい必要なんです。宇宙では燃料補給できないから、すべての燃料を持たねばならないんですね。それに燃料を燃やす空気がないから、燃やすための空気や酸素も運ぶ必要がある。だから運ばれる部分1に対して、燃料が9必要になるんです。 ということは、人と燃料合計10を持って帰るには、その9倍の90の燃料が必要ですよね。つまり以上の燃料9を持って帰るために。でっかいロケットを取り付けて90の燃料を消費しないといけない。これは完全な赤字ですよね。石油と石炭はいずれ使い尽くされてしまいますし、原子力もウラン燃料は100年ぐらい。 高速増殖炉なら、ウラン枯渇をずっと先延ばしにできるんですけど、皆さん、電気は惜しいが、原子力は嫌だ嫌だとおっしゃいますよね。再生エネルギーは成果が出ないし、核融合をいつまで経っても成功しない。そして他の推しの資源を利用することもできない。つまり皆さん、罪でございます。ここから先は私たち唯一の希望、草文明の時代です。 意外と悪くないと思います。限定的だけど多分水力発電は残って、チンチン電車ぐらい動いていますからね。スターリングエンジンを使えば、クーラーも動かせるかもしれません。それにメタン推進のロケットなら、この時代でも小型のものは作れます。気象衛星や通信衛星は多分生き残っていますね。でも、希望の未来と展望を語るよりも前に、メタンについて話しましょう。 メタンの紫外線分解と化合によるオレンジの霞で覆われた現在のタイタン。実は今から30億年前、地球もこういう星だったんですね。次回の地球放送はメタン金の帝国、30億年前の地球を放送します。ではまた来週。